えー、おはようございます。即課塾の久保です。今日は7月25日、7月も終わりに差し掛かりの相場解説に入ろうかと思います。で、この相場解説、週が切り替わりましたので、週足の方から見ております。で、週足を見るとね、一つここで、まだ、あの、一番最後の陰線は、形成中なんで確定的なことは言えませんけども、ただ、概ねできちゃってるじゃないですか。で、この形っていうのはね、転換を示すことが多いんですよ。 どういう形かっていうと、大体同じぐらいの陽線、陰線の大きさが並んでるでしょ。で、これっていうのが高根県で出るときっていうのは、こっから反対側に行きますよっていうことを暗示していることが多いんですよ。これがですね、包み足になってくると、もっとその可能性が強いっていうことになります。包み足ね。原見足だとね、原見足だとまだね、上昇の継続っていう可能性がすごく多分にあるんですけどもね。ただこれを前提にお話しするに、 もう一つ一つ重要な点があるんですけども高値圏で売りに入ったけどこの円高はそこを打ったんじゃないかなっていう判断もありますので今日の中でお話ししていこうかと思いますじゃあ次は冷やしです冷やしを見ていくと先週1週間はね、えー、待ちレンジっていう言葉もありましたけども結局は7日間一貫して下がっていたねってことでございましたただ右肩上がりのトレンドの中で セルを仕掛けるっていうのは非常に難しいんでね。ですね。で、今回は取れなくても仕方がなかったなと。で、逆に、あのー、全体的な流れが右肩上がりなんで、倍に入って逆撃を食らってロスカットを重ねるよりは、何もしない一週間の方がまだ良かったかなと思います。はい。えー、それで今後なんですけども、おっと一つのきっかけとしてそこを打ったと言えるポイントをお話したいと思います。それがここですね。何度も出てくる135円の556。 これが今まで何度も出てきていなければまた別なんですけどもこの135円の556っていろんな時にきっかけになってきたプライスポイントなんですよねで今回ヒゲを出して戻っていったでしょだからもう一回このプライスポイントを信用してみようかなと思うんですよでこのプライスポイントが仮に壊れたとしてもねその下にもう一個プライスポイントが控えてますのでええー、まあその覚悟はできるかなただ1円もの差がありますんでね 難品をするのはちょっと難しいですよ、ここは。ただ、ここ。この距離なら、まだ難品は可能ですから、もしかしたら、135円の556まで、倍に入ったけども、セルになった場合、難品をする覚悟もしとこうかな、っていう風に決めることができます。つまり、難品っていうのは計画的にするものであって、思わず逆の方向に動いちゃったから、慌ててするものではないってことをちょっとね、今日の 講義ととしててて覚えておいていいいたただきたいと思いますまた難品のやり方に関しましては別の講義の時間を設けますけどもすぐにすることではないので、えー、しばらくね、えー、難品の講義っていうのはちょっと待っといてくださいね難品は基本的にしない方がいいですからねでは次1時間を見ていきますさあ1時間をご覧いただきましたけどもじゃあ要点は2つです1つはこちらのプライスポイントで跳ね返って今2つ目のポイント 上下、これ、してるでしょでインセント要線がこの形で入り乱れてるときはエントリーはできないよっていうふうにお話し,しましたけどもこれ言ってみればレンジなわけですよレンジの後はそうですねブレイクが来ますよねでブレイクで倍を狙うこのために今週の前半なり1週間は使っていこうと思うんですよこのもみ合いがどこまで続くか分かりませんけども必ずブレイクしますおそらく倍の方でね バイにブレイクする時にセルに行った場合でも、このポイントまでは私は難品を引くつもりで、今週は確保してみていきます、えー。ということで本日の相場解説以上ですね。はい。今週もよろしくお願いします。